配信でも一回やったんですが、配信中に、まあ攻略とかがなかったので、攻略動画として上げていきたいと思います。これはね、一応ミアーエンドですね。まあ、途中で、バッドエンドも経験したんですけど、配信の中で。でもミアーエンドの方がちょっとパスワード見つけたりとか分かりづらいので、そっちを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。これは悪夢が起こる前のベーカー家の様子ですね。まあ、パッと見よくわからないんだけどね。はあ、来ました、エブリン。ここでルーカスがね、携帯スマホいじってるんですけど、このスマホからねパスワードをゲットしました。ルーカスがね、食卓に座るとパスワードをね入力するシーンがあるんで、スマホを覗き込んでゲットする感じですね。ここで、はい、1019、どう見ても iPhone ですよね。よし、でここでキーピックを取ります。なんか平和なベーカー家だけど、まあ家の感じとかこう雰囲気は全く3年後のあの恐ろしいベーカー家と変わってないですよね。結構荒れてるっていうか。はい、エブリン用のね、これ着替えですね。で、一応いろんなところにね、取れるかもしれない、調べれるものがまあたくさんあるんですけど、でもフラグを回収しないとそれが発生しないようになってます。で、ここでキーピック使って開けていきます。で、この小さい部品ですね。はい、セット、失礼します。ゾイさん視点ですね、これ。で、さっきのね小さな部品をねここにはめ込んで、これルーカスのね仕掛けですね、これね。よっこいしょと。ほんでこの奥にねパソコンがあるんですよ。で、パソコンにさっきスマホからゲットしたパスワードを入れます。1019で、よし。ここでね、いろいろ書いてあるんですけど、大事なことがね
酔っ払った親父が何でもかんでもベランダの赤い工具箱に放り込んで忘れやがる。これがね大事ですね。ベランダの工具箱の中に中庭に行くための鍵の一つがね隠れてますね。あの犬のやつですね。はい、どうぞと。はい、ここから悪夢が始まるというわけです。どうぞ。停電した。このね、ジッポでね、ずっと明かりつけて暑くないのかなっていうすごいそれ思いましたね。そしたらまずダイニングへ行ってルーカスを見ます。ルーカス、どうしたの？しっかりして。動きません。応答なしで、そしたらここでフラグ回収しにマーガレットママに会いに行きますね。一体何が起きてるの？危ない、これは本当に危ない。あの子からの贈り物。贈り物。あの子が私くれた可愛い。いやあ。虫。こんなキスは嫌ですね。本当に嫌だ。はい。こう言われたらですね。ガレージにあるね。ロープを持ってきます。ちなみにね、このイベントを見ないと、ガレージに先に行ってロープを見つけてもロープを回収することはできません。なので気をつけてください。よし、これですね。で、先ほどのバスルームに向かいます。ジャックパパがね、マーガレットママをこう押さえてると思いきや、いつからエブリンが妹になったんだ。で、そのロープを使ってこの部屋で戸を閉めます。そしたらここにフォークがあるので回収します。フォークはね、ダウンロードコンテンツ第1弾のベッドルームにもね、この使い方で出てきましたね。釘を抜きます。よいしょと。で、赤い工具箱ね、私始めるときちょっとここ奥行けないと思ったんですけど、ここにね、奥にありますね、赤い工具箱。えいっさと。こうしたらいけるので。よし。ここにレリーフがあります。レリーフを取って、中庭に行くための鍵として使いますね。おいしょ。ああ、怖い。恐ろしい。ここでルーカスも感染してしまうのかな。で、ここでマーガレットママが、すごい、うろうろしてるんですね。で、マーガレットママの
動きを観察してると、途中でなんか周りに虫が出てきてパニックになる時があるんですよ。でパニックになる時は動きが止まってる状態なので、こういうここですね、あーって言ってる時何回かこれがあるので、この時を狙ってレリーフをはめ込みたいと思います。でこれで中庭に出ます。よし、そうするとゾイさんが前ね住んでたトレーラーですね。前って言っても、まあこれは3年前のお話なので、よし、これはここで結成の材料を持ったミアさんがいます。ベカー家の皆さんへ助けてくれてありがとう、でも私のことはどうか忘れてくださいと。アナフエで私はある大事な荷物を積み運んでいました。そしてその荷物と関わったことが知れれば必ずあなたたちに迷惑がかかります。周囲や警察には通報せず私とも出会わなかったことにしてください。それと大事なこと、船のそばで10歳ぐらいの黒髪の女の子を見かけても近づかないでください。話しかけたら速やかにその場を離れてください。ただし絶対に彼女の機嫌を損ねないように。もし今あなたが何か不調を感じているなら、それはきっと最悪の結果を招きます。病院で治せず死ぬより恐ろしいことです。でも助かる方法はあります。血清を打てば小の進ね、もうね文字がね書けなくなってますね。症状の進行を止められるってことだと思うんですけど、はあ、そしてここでエブリンさんが来るわけですね。これがミアさんのエンドですね。気をつけてほしいのは、マーガレットさんもそうなんですけど、まあ特にあそこの最後の鍵を開けるとこのマーガレットですね、一回見つかるとずっとついてくるので、なるべくもう見つからないように隠れながら行った方がいいと思います。見つかって捕まるともうそのままエンドっていうかダメになっちゃうので、そうこうしてゾイの孤独な戦いが始まったと。完全な支配こそ免れたものの、エブリンの呪縛は次第に体を蜜ばんでいく。豹変した家族に追われつつ、ミアの書き残した血清を当てどころなく探し求める日々。そして彼女の前にイーサンが現れ、血清のもとへ導くのはまだ遥か前先のことである。こうしてなんかゾイさんは血清の作り方とか知ったんですね。すごい謎だったんですけど、ここでねダウンロードコンテンツでちょっと謎が解き明かされた感じになってます。いかがだったでしょうか。もしよかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ゆうなでした。バイニャー。